はい、こんばんは。アドが世界一大好き893チャンネルです。はい、今日はですね、ベストヒットアーティスト2023があったんですけど、今日は歌い手のアドさんが登場して、トットミュージカを披露したってことで話題になってますね。で、先ほどはショーっていう曲を披露したんですけど、これについて思ったのは、まあ、なかなか歌はうまいんじゃないのと思いましたね。はい。ただ、ちょっとね、一言言うと、ちょっと騙されたなって思いましたね。というのも、Ado さんがテレビ初歌唱するってことで、顔出しをすると思ったんですけど、結局ね、顔出しもしなかったんで、そこはちょっと裏切られたなという気分になりましたね。はい。まあ、ただ、なんて言うんだろうな、まあ、Ado さんに関して言うならば、まあ、まあ、なんだっけ、うっせぇわで、デビューしたと思うんですけど、で、自分は、曲自体は、なんか、ちょっと、不愉快だなと思って、あんまり好きではないんですけど、まあ、歌唱力に関しては、アドさんはね、本当に昔から素晴らしい方だと思ってるんで、まあ、これでね、なんだろう、容姿も見れたら、まあ、正直ね、良かったなと思いましたね。はい。あと、なんだろうな、いくら歌い手といえど、やっぱりこれからね、世界で勝負するんだったら、やっぱりなんだろう、堂々と、まあ、姿を現した方がいいと思うんですよ。というのも、それは本人が世界で売れるための、まあ、戦略でもあるし、やっぱりね、歌手って、やっぱり自分をさらけ出すことが大事だと思うんですよ。まあ、一応芸能人ですから、はい。まあ、いつまでもスクリーンの影に隠れて、歌ってるってのは、まあ、正直ね、三流のすることだと思うから、まあ、アドさんにはね、まあ、これからは、まあ、マスク外してでもいいんですけど、まあ、堂々とね、歌を歌ってほしいなと自分は思いました。はい。で、まあ、アドさんに関してはね、まあ、ただ今日の歌番組に出てた歌い手じゃないですね、歌手の中だと、まあ一番多分歌唱力は高かったと思うので、まあ本当に、まあ彼女にはね、本当期待しかないなと思ったし、うん。まあなんだろうな、まあまたね、こんな感じで、まあテレビ初歌唱ってことで、まあ M ステなり、まあ、カウントダウン TV なりと、まあ、テレビでね、生歌を披露できることがあれば、また披露してほしいなと思いました。はい。まあ、Ado さんに関してはね、まあ、まあ、ワンピースのなんだっけな、歌っているじゃないですか。あれの、まあ、あれは声優はやってないんですけど、劇中の、要するに歌、挿入歌を歌ったんですけど、まあ、それがね、結構良かったんで、はい。まあ、俺、新時代はあんまり好きじゃないんですけどね。あれは流れ過ぎてたから。まあ、ただ、もう本当、アドさんはね、まだ若いし、まあ、可能性がある歌手なので、まあ、彼女のこれからに期待ですと思いましたね。アドさん、頑張ってください。はい。